本年より東芝場で供用される新種棒は3頭をご紹介いたします。まずはバーディーバーディーです。父はブライアンズタイム、母の父シーキングザゴールドです。バーディーバーディーは現役時代ユニコーンステークスと兵庫チャンピオンシップの重賞2勝を含む通算6勝を挙げ、 G1 でも東京大賞典、フェブラリーステークス、帝王賞で3着に好走。スマートファルコン、トランセンド、エスポワールシティといった当時ダート戦線のトップホースたちを相手に堂々と渡り合い、昨年の春で現役を引退、今シーズンより東芝場にて種牡馬入りすることになりました。さてバーディーバーディー最大のセールスポイントとして真っ先に挙げられるのは品系にずらりと並ぶ豪華絢爛な血統背景です。牡馬のプレザントフォームはブリーダーズカップディスタフに優勝、さらに遡るとウッドメモリアルステークス勝ちのテイル・オブ・エカティ、アメリカ牝馬3冠馬のスカイ・ビューティー、その母メイプル・ジンスキーにイギリス年度代表馬に輝いたデイ・ジュールなど、いずれも素晴らしい実績を残した G1 馬たちばかりです。またいとこで万能ステークスなど芝の G1 を5勝して種牡馬入りしたポイント・オブ・エントリーは本馬と8分の7が同結という血統構成です。バーディーバーディーはダートを中心に活躍しましたが、芝の大レースで素晴らしい実績を残しているファミリーがずらりと並んでいるだけに、ダートだけでなく芝でも活躍馬を送り出せるのではと大いに期待しています。サンデーサイレンス系の血を持たないことから様々な繁殖牝馬との配合が可能なバーディーバーディーですが、本年度の単付料は受胎条件20万円、生後条件30万円で受付中です。この機会に世界的良血バーディーバーディーをぜひ候補の一頭としてご指名よろしくお願いいたします。以上バーディーバーディーでした。